はい、じゃあ続き、やっていきましょう。後編ですね。さっきがしたからな、マジで最悪やわ。これパワー B までは、行かないとね。キャッチャーと、バントとかも、本来いらんねやけど。あ、バントも一個取っといて、職人いらんわ。これって職人あったらコツもらえるとかあるんかな？まあ、やばい、取ってみるか。で、とりあえずデートやな。できたらやっぱり、ポイントがある程度、いこう。能力が高くてね。強い選手作りたいんで、特能はそんなに、よし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 。よし！まあ少しはちょっと微妙やけど。センスもある、センスもある。甘ぎ！おい！相当低確率なんやろな、これ。フェイス！これ何なんやろ？これは、見ないと、これ金属なんちゃう？もしかして。フェイス。複数やもんな。気をつけろよ。いや、これ確認、気をつけろよ。これやめとこうやな、確か。やめとこうや。よしよしよし。なんも起こらへんかったけど。うわ、来た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 。ここしかないやんけよ。ダブルタック一回も発生してないからね、まだ。それがきつい。頼む頼む頼む。よしよしよし。うわぁ、コツが欲しいってパワーヒノ。筋力やろ。でーるる、買い食いしようぜ。あざす。はいはいはい。監督の過去ね。オッケー、コツがあるのはでかい。まあ、ここはここしちゃおう。もうバントじゃなくて、とりあえず、キャッチャーも回収したいし。かだ！あー、まあ、キャッチャーね。てれっ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 て。おお、青コツや。キャッチャーはもう、ロス取るんで。で、パワー B ね。他のやつ上げとかへんかったらもうあかんやろしな。技術。補給を上げとこう、とりあえず。臨床めっちゃあるんだよね。オッケー。うわー、これ結構足りんな、でも。筋力が監督やな。ちょっと青コツ行きたいですけど、監督の評価があれなんで。で、多分おそらくもうそろそろ、行っとこへんかったらまずいから。監督。よしよし。監督は移動か。ああ、もうわからない。9回。よし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 。でかい。でかいよ、これ。これを休むしかないな。シンガバ来い！なんでなん？やめて。あっぷな。やめろって。これ迷うな。こっちやろ！よっしゃ！かけに勝った。コツ。で、監督の評価がただ、微妙やな、これ。オッケー、あざす。監督待って。オッケーオッケー。よしよし。よっしゃ、オッケー。うわ、無理やって。これもう来るんじゃない？あれ。パワー比もしかもまだやからな。9回取っとくやろ、とりあえず。1回も逆にライチからコツもらってんでやばいやろ。守備力。精神全然足りんよな。休もう。チンガバ来い！なんで来んねん。わ。めっちゃもらえたけど、監督オーラになったってことは。これスタメン。無理なパターンじゃない。しかも魔術師も発生してないからな。頼むって来てくれよ。バリ打ちかよ。またなん。このイベント黒板と2個ぐらいあるやん。バカやー。だから監督の評価上げとかなあかんってことや。あの、前に。だから反監督派にずっとおったら監督の評価上がりにくいんで、多分、おそらくですけど、おそらくというかもうほぼ確実なんやけど、あれよ。監督の、だから、
青こそいっぱい入手できるためにも、あいつらがおらん方に行く方が多分、ええっていうね。それでどんどん入れ替わっていった方が多分いい選手できますね、これ。一回は監督派におった方が、最後試合出れる確率が高いんで、大事だやもんな、まあ。ホームラン打つしかないわな。やばい、ミスった。おい!マジか、俺。俺マジで。ちょっともう、やらせてくれ、もう一回、おい!やばいって、これ。うわ、こういうのあるからな。最悪。最悪やって、これ。これじゃダメなんだ。続けさせてください。ああ、もうこれ。無理するな。意味よかったら無理するな。よし。まだ諦めへん、ただ。可能性はある。ここで来たか。これがもうちょい何回か発生しとったらな。うわ、スタメンで出れへんかったっていうのは痛いな。まあ、ここでね。とりあえず。打って、何としても入りたい。しかもこれパワー比がないから飛ばへんっていう。取れへんな、パワー比しかも。きついで、これ。マイスシも手に入れへんかったし、肩か。まあ、上げとくか。4。ここまで上げとこう。パワー無理やな。弱いな、これ。ちょっと弱すぎるな。これやったらまだ圧倒的に SG の方がいいのできますよね。この感じだと。多分、反監督派に降りすぎるのはダメですね。なかなか、まあ、練習とか自由聞きますけど、監督の評価は分からへん。いった。これはいったわ。おっしゃ!いけ。でかい。買ってくれ。やめろ。あっぷんね。打つしかないよ、これ。ここで終わってまうからな。だから、ほんま集中しよう。監督の評価足りんとかやばいって。いった。よし、オッケー。あぶな。勝つって、これ。勝てって。オッケー。あかんって、遅すぎやろ。いや、遅すぎなんて。意識させるな、そんなに。村上くん。あ、無理。あ、絶対打たな、負ける、これ。よっしゃ。遅れてもいいから、ほんま引っ張ろう。行ってくれ。よし、さよなら。あぶねえ。最低限、やっぱ俺も優先作りたいからさ。初で。オッケー。一試合目がほんまクソみたいな。成績に終わったけど。なんだ、おー来た!フェイス!オッケー。ハルチ?よっしゃー!てか、守備職ないやん。今考えたら。これもうやる気あげよう。遊ぼう。よし。オッケー。やる気アップ。でかよ。終わったー。前寿司のコツ掴んだけど、コツがないっていう、ここで。コツなかったらきついよな。しかも微妙っていう。何がいるんやろ、ポイント的には。まあ、精神ないな、全然。これ、パワーとかも開けれんやろ、もう。まあ、技術が足りんのやな、技術が。技術、精神。置いとこう。全然。まあ、とりあえず、全打数ホームランを狙っていって、一番 SSK を残すっていうのはもう確実ですし、ただな、能力が弱すぎるわ、この段階での。んで、コツが全然回収できひんかったっていうのはもうでかいし。まあ、でもこれである程度ここでの高校の育成プランというか、それはできたんで、俺の中で。次はもっといい選手できると思いますよ。しゃあ全部打っていこう。オッケー。星の丸頑張れよ。なんとか俺も頑張るからさ。ホームラン全打席狙う。しゃあ!オッケー!全部打つ。
パワー B でパワー比か。パワー比がないっていうのはきついんやな、俺の中で。全然弾道が違うからな。やめろって、カーブとかやめろって。お前無理やって、あんなもん。しゃあ OK。 パワー B でも打てるんやって見せたるわ。カンブ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 しろ。よし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 。で、諸星、諸星くん遅いね、ストレートが。もうちょい早くしよう。あー、振ってもだ。鉄砲図が変わってんのよ。あ、追い込まれてからやから。はい、見えてます。完全にメイド。ストレート来いや。オッケー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 。見えと見えと。今日の俺は見えとんな。よっしゃ、見えと。ファーボール見えで。ビビってやん、どうせ。はい、ビビってました。まあ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 、勝ったやろ。よし、よしよし。天城越えあるんですよね、結構、投手として。あんま打たれないね、こいつ。オッケー。68ポイント。よしよしよし。今から、コツがない。こうやろう。いやー、ダブルタッグを1回しか来てないし、コツがないっていうのがね、うん、あんまりっていうとこありますよね。あ、楽勝よ。取れる特殊能力ないよな。アージス取りたいけど、高すぎるんやって。魔術師は取れんことはないけど、ただもう技術ほとんどいかれるからな。守備職人のコツ、もうちょいなんか保守に特化したや。てか、コツ練習あんまできんかったのも最大やろな、これ。そこにあるわ。アージス取れへんってやばいもんな。アージスというか。パワー取ってないっていうのが。入ったやろ。よし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 。ちょっと詰まりましたけどね。周りでは持っていけるんだよ、こいつらの球威やったら。なんで2点取られんねん、ここに。沼田。沼ちゃん。あかん。ミスったミスったミスった。やめろって。それはあかんわ。沼田の。こいつ。無理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 。カーブね。シュートが怖いな。よし。これ絶対打たなか。1点差にしとかな、まずいかな。入ったー、うまいねー、完璧。まあ、基本ストレート狙いですから、やっぱ打者は。よし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 、いいよ。まあ、もう一本でダメ押しといくか。入った。これは完全に入った。よっしゃー。まあ、久しぶりに打者作りますけど、やっぱり打てるんでね。この辺で楽勝で。問題は甲子園決勝やろ。よっしゃー、オッケー。入るんですよね、こんなん。ポン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 。やめろって。よし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 。まあ、最低決勝。まあ、1試合目がクソでしたけど。まあ、次、野手作るときはもっとね、いいやり方で作ろうと思うんで。運ももちろんあるけどな、これ。よし。コツ来た。よくかー、進むくん。まあ、ここやろな、もう。頼む。頼むぞ。第一頼む。パワーヒッターくれ。パワーヒッター。なんでやねん、お前。くれや、一回ぐらい。やばいやろ、一回もくれへんとか。まあ、これはね、確実に運が悪いですよ、もう。コツ全然もらえなかったですから。まあ、片 S 行くんかな、これ。技術足りねえ。また S 行ったけど。もう全然取れへんもんな。しゃあないわ。まあ、片 S っていうのは俺の中でキャッチャーで当たり前というか、逆になかったらもうそれはキャッチャーじゃないみたいなとこありますから、片は。てんてんてん。詰まった。オッケーオッケー。まあ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 。走力遅いけど頑張るな、おい。よしよし。まあ、先制点をプレゼントしたから。天城頑張れ。任せろって。ホームラン打ったるわ。しゃー、完璧。いったいったいった。天城声見したらお前。オッケー、一本一本一本。やばいな、天城くん。あれは分かっとったで。まあ、あれ基本ストレートなんやけどな、もう。
外角とか。これ無理や。このシュートは無理。無理無理無理。ボール球手に出したらホームランにならないんだよね。来た。よし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 。よし。ホームイン。いや、ノーアウト2、3塁絶対入るよ、この点。よし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 。犠牲フライでかい。オッケー。てー。入った。おっしゃー来たー。パンプしろや。おい危な。パンプしろよ。いやー、まあ。何ポイント ?96 か。試合経験点ボーナスをね、これライチつけれたら、一気に上がるんですけど。てー、100ポイント入るからな。よっしゃ、まあ最低限。でも、腰残り3位いけ、これで。1位やろ、絶対。あんだけの活躍見せて。てれれれん。エース。よし。ありがとう。白状するけど。こいつの。よしよし。5300。こんだけ活躍してけ。セクション経験で、まあ300近くは行きたかったですね。3000近くか。うわ、微妙いな、これ。毎月 50% オフやからな。取っとくやろ、こんなんもう。取っとかざるをえへんわ。でもこれしたら、守備力めっちゃ低くなるやな。まあ、パワー S 行くやろな。あ、技術ないわ。いやー、これあかんな。取らへんわな、これも。無理やわ。魔術師は無理です。守備職人が高すぎるわ。まあ、守備上げよう。限界まで上げよう。B 行った。B 行けるんじゃない?おー、まあ、B はいけたな。パワーは、無理や。技術が足りんのか。呼吸は無理か。これじゃ無理なんで、もう、総力に上げるしかない。当てるしかない。筋力余りすぎやろ、というか。筋力やばいな。肩に上げよう。ああ、技術がないから無理なんか。って考えたら、筋力の使い道よ。パワー比、アーティスト、技術よ。呼吸はいるんか。アーティストだろ。アーティストは、技術結構いるな。もうしゃあないか、守備。まあ、アーティスト取った方が上やと思うやな。よし。これいこう、もう。筋力が余りすぎるから、まあ、守備 C のキャッチャーなんかいらんわな。逆境。精神。代打に使わへんな、これ、パワー B やから。怪我しにくさ、取っとこうか。悪球打ちはいらん。まあ、代打も取っとこうも。あ、走力上げれるんか、でも。怪我しにくさ、いらんわ。走力とりあえず、限界まで上げてから、ここですね。でもう多分ないんで、体当たりか。取れるやつだけ取っとこう。オッケー。いやー、こんな選手ができました。くそー。まあ、S は行ったやろ。いやー、なんか中途半端やったわ。くそー。星のガレ。微妙な手だ。ブロックのあの、金属すら回収してないからな。めっちゃ下がっとんやん。あかんやん。なんかこれオーダーのやつも、守備型で組むらしいんだ、お任せは。なお任せしない方がいいって言ってましたね。これ直しとくとして、とりあえず、マイチーム、ミス選手ボックスで見ようか。あ、こいつ負けとわ。誰やこれ。マエストロ。見れへん。あー、めっちゃ低いわ。星の彼めっちゃ低いな。縦めっちゃ低いですね、これ。マエストロが一番高いよな。
ちょっとマイストロだけ見ようかな。上がるわ。あー、オール A に近いやつね。まあ、こいつもそんなに良くないんですけど、こいつの方が高いっていう。残念やわ、これ。こっちの牛丼やな、これ。オッケー。はい、というわけで今回は、これで終わって、また次回ね。まあ、ある程度も、太平洛高校の、仕組みが分かったんでね、次はもう、半々に分けてというか、少ない方に行ったりとかして、まあ、自分なりのね、理論みたいなのを確立して、いい選手を、作っていけたらなと思います。というわけで今回はこれで終わります。ありがとうございました。